ガラノス連合は全ての種族の自由と平和を守るためサンディアムにあるベヌブの生物をかけダルカン帝国と激突した。戦争序盤、連合は帝国の猛攻により窮地に陥る。しかしガラノスの剣と呼ばれたヤンと彼女が率いる暗殺団が帝国の裏をかけ戦線を崩す。不利だった戦況を覆すのに成功した。しかし勝利の喜びもつかの間、連合の英雄であった暗殺団が正体不明の敵からヤンを守るため全滅する事件が発生した。生死を共にした戦友の犠牲でかろうじて生き残ったヤンは自分を守りながら死んだ部下の墓の前で復讐を誓って忽然と消えた。ヤンが姿を消してしばらく、戦力を立て直したガラノス議長シェリルは連合の勇士にベヌブを復活させて自由と平和を壊そうとする帝国を阻止するよう要請する。渦巻く海の向こうサンディアム大陸で偉大なガラノス連合の勝利のための巨大な戦争が今始まる。そうだ、うん、そうだな。あえてガラノスのために。
ガラノスのために。そうですね。うん。見事です。すごいな。うん。そうですね。はい。そうだな。うん、そうだな。お見事です。なんだと？あなたに任せて。ああ、うん、ああ、うん、ガラノスのために。すごいな。ああ、うん。お見事です。ガラノスよ、永遠たれ。いいわね、隅々まで満ち足りるこの感じ。
スのために。また強くなっちゃったみたい。うん、そうだな、ガラノスのために。私は折れる。じゃあまずここの自動クエスト、よいしょ。ガラノスのために。コンテンツが開始。ここをタップしてください。ここをタップしてください。フィールドに戻りましょう。こんにちは。こんにちは。よいしょ。
また強くなっちゃったみたい。業績を達成、業績メニューを達成した業績がおめでとうございます。業績を達成、評判が上がるほど評判。それでは Action!